福岡いいところ、あのバスとか乗ってる時も景色綺麗だったんで。恋みくじがちょっと中吉だったんで。なんて書いてあった、2ヶ月以内には付き合えるみたいな。新たな恋の予感にテンションもアップ。昨日太宰府天満宮には大阪からの修学旅行生がやってきていました。コロナの影響で沈んでいた福岡の観光地に少しずつ活気が戻ってきています。徐々に来られるようになって、皆さんのお顔が見えて嬉しいです。はい、コロナの関係でちょっと怖いなっていうところもありますけど、このまま元気出してお客様に、ね、接していきたいと思います。外国の方を案内することが、先月ぐらいですか、ちょっとあったんですけれども、本当に英語力が落ちたなっていうのがすごく感じました。しっかり磨いておかないと、ちょっと怠けてたなっていうふうに思いました。今後期待されるのは外国人観光客の増加。今月1日から1日の入国者が2万人に引き上げられました。そして岸田総理、添乗員付きのパッケージツアーでの観光客の受け入れを再開いたします。日本はおよそ2年ぶりに外国人観光客を受け入れる形になります。もう嬉しいですね。今までもうじーっと沈んでたからまだちょっと怖い気もしますけど。こちらの土産店、客のおよそ6割が観光で訪れた外国人でした。だからこう飾ってるものがもう1年とか2年とか飾ってるものがたくさんありますよ。店の奥から出してくれたのはコロナ前に仕入れたという商品。あれ、これは何ですか？絵皿ですね。外国人の方が好んで行かれてたのでたくさん仕入れたんですけど、コロナが来ても売れなくなってしまって、はい、今この状態。絵皿に描かれているのはいわゆる日本の風景。これだけ商品を揃えてるからですね、1個でも売れるように福岡の観光地といえばこちらも。海外のお客様が半分近くいらっしゃいましてですね、かなりなくなってしまったからですね、インバウンドが非常にもうショックでしたね、はい。234メートルの高さも少し猫背気味に見えるとか見えないとか。しかしさすがは福岡のランドマーク、ちゃんと策を練っていたんです。これからそうですね、インバウンドのお客様が増えるということでチャンスだと思っておりますので、進化していると思います。外国人観光客の心をつかむ新しい策とは。あちらご覧ください。そこにいたのは一人、いや一体のキャラクター。福岡タワーのキャラクター風太くんの記念撮影スポットとなっております。撮影スポット新設。やっぱ見た目的にもこう可愛いですし、丸い目と丸い鼻がちょっと愛くるしさを醸し出して私はとても好きです。続いて観光の目玉展望台へ。지금부터높이지금부터천만실까지약70초로도착감입니다위모니터에지금의높이가표시되어있습니다地上123メートルの展望フロア、福岡市内を一望することができる人気の絶景スポットです。ここで人気なのが、こちらです。ハートの南京錠をかけれる、永遠の愛を誓える場所になっております。福岡の高いところで愛を誓う、ゴールドとピンクの南京錠はまさに合鍵。大切な人との固い約束を結ぶ場として人気のスポット。ここの進化とは。合鍵の種類が8色になりました。合鍵に新色が誕生。どんなリアクションされると思いますか？わお。なるじゃないかなと思います。